ボッチャボールで楽しく遊ぼう。脳性麻痺や四肢麻痺などの方が取り組めるスポーツとして考案されたボッチャを、発達障害や知的障害児者を含め利用者の状況やスペースに応じて展開できる工夫を紹介します。ボッチャはジャックボールと呼ばれる白い目標ボールに赤、青、それぞれ6球ずつのボールを投げたり転がしたり蹴ったり、勾配具を使用していかに近づけるかを競います。今回ご紹介するのは、施設や利用者の状況に合わせてルールを簡略化し、より簡単に取り組めるようにしたものです。まずはターゲットボッチャを紹介します。床に置いたシートにボールを転がし、シートに乗れば得点とします。投げる位置や順番が分かりやすいように、椅子に座る、足型やフープを置くなど、参加者に合わせて構造化を図ります。また的となるシートを大きいものにすると失敗が少なくなり、より成功体験を得ることができます。的に点数を書いたシートにボールを転がし、得点を競っても楽しいです。次にボッチャボールを使ったレクリエーションゲーム、ベースボールボッチャをご紹介します。攻撃のみの野球です。1塁、2塁、3塁、ホームランと書いた出塁エリアに球が止まるように転がし、止まった数字の分塁に出ることができます。またボールを投げる、転がす、蹴る、ランプを使うなど自分で選ぶことができます。出塁エリアを広くすることで失敗を少なくし、成功体験を積むように設定します。全員が参加できるように、3アウトチェンジではなく、全員が1回ずつ転がしてから攻撃を交代します。また自分の順番が分かるように、1人の攻撃が終わると投球エリア側に1つずつずれていきます。順番を待っている間も意欲、集中力が持続するように、音の出るグッズを鳴らしながらみんなを応援します。試合の進捗状況が視覚的に分かるように、ランナーや得点をマグネットで示します。野球経験のある人に得点係をしてもらうのも良いでしょう。ボッチャには興味があるけれど、正規のボッチャボールは高くて購入できない、安くて代用できるものはないですか？という声がよく聞かれます。そこで今回は新聞紙で作るボッチャボールの紹介をします。ボッチャボールの作り方はいろいろありますが、今回はどの家庭、施設でも入手が簡単な新聞紙で作ってみたいと思います。材料は新聞紙13枚と赤、青、白の養生テープ、そして食品用のポリラップです。新聞紙はボール1個につき1枚で、白玉1個、赤玉6個、青玉6個の計13個分です。まずは新聞紙を4等分にします。長辺を2つ折りにして半分にします。次に4等分にした新聞紙1枚を丸めます。丸めた新聞紙を4等分にした新聞紙の上に置いて包みます。この作業をあと2回、残っている4等分にした新聞紙で行います。まとまらないところはテープで留め、形を整え、ラップなどで包みます。包んで形が整ったら、養生テープで隙間なくくるむように留めます。作ったものを手に持ってみると、
軽くて握りやすいです。実際に投げてみると、思ったところに転がらないため、誰が勝つかわからないところも面白いです。大きさや重さなど、正規のボールに近づけたいなら、粘土などを入れて重くすると良いでしょう。中に入れるものを、安心素材の小麦やお米粘土にするのもいいですね。ちなみに、正規のボールの重さは 275g、周囲の長さは 27cm です。その他にも、市販のゴムボールに重しを入れて作るのも良いでしょう。ゴム製のボールは、使用した後に拭くことができるので、感染対策にもつながります。このように、皆さんも、ボッチャのルールや道具をアレンジして、いろいろなゲームを考えてみてはいかがでしょうか。